フォルツァスタイル。さあ始まりました、編集長のモテコーデ。星葉さん、荻山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回も、はい、いただいているので、お便りいただいてて、お便りいただきました、はい、どんなコーディネートをしていただきたいかという、はい、ご紹介していただきたいと思います。お願いします。オリーブ W1233、 この方ですね。ありがとうございます。はい、まず初秋。初秋、秋ですね。ちょっと先になるのかな。ちょっと先ですね。はい、場所がパリで。パリ、パリか。はい、で誰とが金髪美女と。お、金髪美女。お、はい、どんな、まあ、ランチに行きたい、うんうんうん、金髪美女とランチ、はい、そしてどんなスタイルっていうのがヴィンテージスタイル。パリでヴィンテージ。ちなみに星葉さん、金髪美女とランチとかされたことあるんですか？ありますよ、もちろん。あ、へー、はい、あります。もちろんっていうのも変ですけど、はいはい、あります。仕事でですけどね。もちろんあります。自信満々に。いやすいません、私の質問が悪かったですね、ごめんなさい。お仕事以外は？お仕事以外はないですね。ああ、そうですか。金髪の男性とランチありますか、お仕事以外で？ないですね。確かに。はい、じゃあ他のメッセージも、今の難しいですけどね、ちょっとパリだとね、そうね、現実離れしてないからね。確かに、はい。和久20203、はい、ありがとうございます。はい、はい、平日の仕事帰り。平日、うん、よくあり、はい、よくありますね、うん、どこで？六本木のレストラン、うんうん、で誰とが気になる女性で、どんな2回目の食事、うん、で最後どんなスタイルが、スーツで、うんうん、これはなんとなく想像しやすいですね。ね、うん、じゃあそれでいきましょうか。うん、あ、いいですか。はい、ちょっともう一回整理しましょうか。はい、いつが何でしたっけ？平日の仕事帰り。うん、どこでが六本木のレストランで、気になる女性と。うん、気になる女性。うん、これ気になる女性じゃないんですよね。気にはならないですね。ならないか。で、どんな、はい、2回目の食事です。2回目の食事。はい、1回目に食事して、もう1回食事した時ってことですよね。そういうことじゃない。そうですね。1回目はおそらくかもしれない、まあ、なんか友達感覚とかで行って、うんうんうん、やっぱいいなと思って、もう1回改めて誘うってことですよね。確認作業みたいな。じゃあまだそんなに告白とかもしてない状況。してないんじゃないですか。でも気になってるぐらい。ちょっと探り探りかもしれないですね。一番楽しい時っちゃ楽しい時ですね。そうですね、確かに。確かに、一番楽しい時、うん、一番楽しい時って書いてあります。違う違う。ちなみにスタイルが何でしたっけ？はい、スーツで、お仕事帰りということもありまして、平日の仕事帰り。ここからですね、大体時期今でいくと7月、7月、8月ぐらいですか。夏です。六本木のレストラン、これ和食ですか、イタリアンですか？2回目のデートどこ誘います？あ、そっか、ね、まあ、1回目例えばイタリアン嫌いな女性っていないじゃないですか、うん、そうですね。魚もあるし、肉もあるし、うんうん、パスタもあるし、雰囲気も明るいし、そうそう、うん、でそこからさらに勝負仕掛けるってなると、うん、和食、逆に和食とか、うん、今度落ち着いた方に、うん、あ、和食って割とこう食べ方とか箸の使い方で、うん、お互いのそのどんな人かっていうのが出るという、出るじゃないですか、まあ、出ますね。イタリアも出るけど、和食の方がもっと出るような気がするんですよね。これで行ってきます。これで、はい、はい、お願いいたします。なんだろうな、難しいな。また逆に藤井さんが和食でデートの時ってどんな感じの服で行きますか？はい、私あえて気に入られたくて、はい、女性っぽい格好をしていくの苦手なんですよね。ほう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 。あえてパンツスタイルにしちゃうとか。 どっちが嬉しいですか、男性からすると。いや、まあ、藤井さんだったらどっちでもみんな嬉しいでしょ。話終わっちゃうから。いやもうさ、アドバイスくださいよ、YouTube だから。藤井さんと飯食えたら誰だって嬉しいでしょ。やめてください。もうハイレグハイヒールでも。そう、私がこれお店着く前に捕まりますよ。おぎん予想。あ、すいません、また忘れちゃった。予想忘れちゃうんです、いつも。いつもね、ついつい。ちなみに荻山さんの予想は、予想ですよね、どうですか？スーツってもうグレーかネイビーしかないので、はい、それ以外のスーツっていうのは仕事では、まあ普通の仕事ではないので。そうです ね、やっぱり和食だから、はい、あんまりこう
ヨーロピアンしてる柄だと、はい、ちょっとギャップがある。なるほど。日本にはこう四季があるから、はい、多分和食ってそういうのすごい意識するじゃないですか、うん、そうですね。だそういうのを調和ができるような感じだから、まあ、編集長の場合にはグレーだと思うの で、はいはいはい、でグレーの、まあ、7月だからちょっとライトなトーンのグレーで白シャツで、まあ、ネクタイをするかしないかしてるんだったらどんな柄を選ぶのかっていうのが注目ポイントかなと。あとはやっぱ結び目にその人の、うんうん、こだわりとか個性が現れるので。結び目に？そうですね。神は細部に宿るじゃないですけど、はい、そういうところさえ気をつけとけば本当にお金をかけずに綺麗に見えるんじゃないかなと、うん、なるほど。それではご準備ができたとのことで、星葉さんお願いします。はい、こんにちは。わー、かっこいい。こんな感じです。素敵素敵。本当に着てるものはシンプルで、うん、あの木をてらったとこ一個もないんですけど、はい、着こなしとかそのネクタイの結び方とかっていうのを絶対知りたいと、うんうん、確かに。ただグレーのスーツを着てきましただけでは絶対ないわけですからね、はい、基本、はい、やっちゃいけないことは、うん、あるんですけど、はい、スーツ基本は知ってるので、うん、ちょっとでも崩した方が面白いのかなと思って、うん、崩したのは時計と、うん、この靴下を履かないでちょっとビットローファーにしたっていう、うん、普通は紐靴じゃないと大体ダメなんですけどね、うん、スーツの時って、うん、それをあえてちょっと六本木っていうことと、はい、ツッコミどころがあった方が、うん、いつも靴下履いてるのに履いてないとか、うんうん、石田純一さんですかって言われるかなって思ってたっていうだけなんですけどね。なるほど。これは仕事してる時には履いてて、でデートする時に脱ぐと。ちょっと脱ぐ脱ぐ、はいはい、で脱ぐのも一応食事してる時って多分女性はネクタイしてると緊張しちゃうと思うんですよ。だから基本はちょっと外していいって言ってから外します。あ、はい、なるほど。一応そこまでが仕事だから行くんですけど、うんうんうん、多分こう外して、うん、でこっちに入れる人もいるんですけど、はい、僕は中に普通に入れて、うん、なるほど。ね、脳体にした時に靴下がない方がバランスがいいのかなと、はいはいはい、うん、確かに。やっぱなんか季節感がちょっと涼しくで、うん、なるというか、マッチしてますね、うん、今の時期にね。一瞬でそのギャップが生まれるんですね。ネクタイしてて、うん、現れて、うん、あ、すごいなんか私のことをこう、うんうん、思って社会性のある方だわと思って、うん、こうちょっと飲みながら話してくると外すと、うん、そのリラックスするじゃない、緊張と緩和みたいな、うんうんうん、あ、そう、緊張と緩和、ね、うん、で相手の心もこう、うん、ふわっと少しずつ、少しずつで、こっちのボタンも開けつつ、うん、だん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 もっとなんかちょっとずつこう馴染んできたら、うん、じゃあジャケット脱いでいいとかで暑いしって言って脱ぐっていう感じじゃないですかね。そうすると、はい、やっぱり靴下履いてるとあんまバランスが悪いからこう脱いで、はい、ジャケット多分かけてくれると思って、うんうんうん、かけてくれて、手元をちょっと巻いて、巻いた時にやっぱり腕元にちょっとなんかごつめの時計があったりするといいのかな。確かに。あ、もちろんあの冬とかだとゴールドの時計とかでクラシックな革のベルトとかいいんですけど、うんうん、夏だとちょっと暑いじゃないですか、うん、涼しげでいいですね、やっぱり。とかちょっと男っぽいのがこういうところとか、うん、こういうところとかが小物が効いてくるのかなと思って、うんうん、こんなスタイルにしました、うんうん、確かになんか時間が経つにつれてこうなってくると、あ、リラックスしてくれてるのかなって、ね、女性側も思うかもしれないですね、うんうん、ちょっと普段のスタイルと延長線上にだんだんなってくるというか、うん、確かに確かに、うん、あんまりにもスーツバシバシだと、うんうんうん、ずっとバシバシだとなんかこう近寄りがたい感じになっちゃうとあれなのかな。メガネも外すし、いろいろ外したものを外してくる方が楽しくないですか、うん、ね。だからいきなり脱ぐとやっぱ抵抗感があるから、それいきなり脱いじゃダメです。徐々に脱いでいくと、ね、こう確かに、あれ、いつの間にか私も徐々に脱いでた。ああ、すごい、ね、もうまさにそういうことでしょ。そういうことですね。私もっつってそうないでしょ。いや、心の話です。心の話ね。あ、1枚2枚1枚3枚噛み合わないな。メガネを外し、うん、ネクタイを外し、ボタンを外すだけっていう、うん、そうするとこれだけで結構夏らしいリラックスしたスタイルになる。確かに、うん、最初に来た時は硬いなって思うけど、うん、だんだんこのここに柔らかさがあったことがだんだん馴染んでくる、うん、馴染んできて、これでもフランコミニッチさんが言ってたんですよ。イタリア人の僕のおじさんみたいな人がいて、うん、その人が言ってたのは、ご飯行く時にネクタイをしてるとどうしても
女性はこう緊張しちゃうから、うんうんうん、ネクタイをパーって取って、その人の場合は胸ポケットに入れるんですよ、うんうん、ここに僕は入れてましたけど、はい、内側こっちじゃなくて、その人の場合はポケットチーフしないんで、外側、はい、外側のここに入れて、こういうふうに、うん、はいはいはい、これはテクニックで、まあ、昔から雑誌でね、よくいろんな雑誌でやってきたんですけど、うんうんうん、こっちだとちょっとなんか日本だとトゥーマッチかなと思ったんで、僕はこっちに頑張りすぎて、頑張りすぎちゃう、すぎちゃうかなと思ったんで、はい、あえて中に入れて、 ね、そっと隠すぐらいの感じでもいいかもしれないですね、うんうん、使った色は白、うん、黒、グレーと、うんうん、あとまあこういうところはシルバーってことですね、うんうん、あでビットで合わせて、ね、ビットで、そうですね、どうですか荻山さん。そうですね、得てして仕事してて、はい、スーツで、うん、でオフになると、うん、なんかつければいいのかな、はいはいはい、チーフを例えば派手な柄にするとか、ブレスレットをつけていけばいいのかなと思いがちだけど、足し算しそうですよね。そう、でもあえて引いていく、はいはいはい、ってところにやっぱり編集長のモテコを出てく、うん、あのこう着物であーってこうあれ全く違いますあとはグレーもやっぱりちょっとライトなトーンになる。そう、それはね、やっぱりいつもの暗いグレー、まあ、ミディアムグレーよりもちょっと明るくて、はい、結構ザラッとしてる生地なんですよね。なのでブルーがちょうどいい、っぽい、そうなんですよ、シャリッとしてる。シャツはどちらのやつ。シャツはアルコディオっていうところです。アルコディオ、はい、シャツはこれ5000円なんですよ。スーツは35万ぐらいするんですけど、でもスーツは長く20年間着たら35万円でもいいじゃないですか、うんうん、でもシャツは5000円だから消耗品だから、汚くなったらなんかなるべくまあこう切って靴磨きに使ったりする、うんうん、だからこれは同じシャツは10枚ぐらい、10枚、20枚とか、うん、それは全部襟型も一緒で、襟型も一緒です、ね、どういう形が今好きなんですか。これもちょっと小襟のセミワイドという、はいはいはい、そこまでワイドじゃないしレギュラーでもない、その中間ぐらいの、でネクタイは細身のちょっと7センチ幅の黒ですね。黒なんだ。ウールタイなんで、あんまりシワが寄らないというか。でも薄手の生地で夏っぽいですね。肩幅が例えばない人だったとしても、こう結んで目線で肩幅がでかく見えるんですよ。細いから、細いから、そういうことです、はいはいはい、目の錯覚ですね、うんうん、はい、そっか、そうすると肩幅が大きく見えると顔がちっちゃく見えるんですよ、はいはいはい、その目の錯覚を利用してるってことですね、うん、そっか、さっきおっしゃってたそのこの結び目がおにぎりみたいになってたら、はいはい、肩幅がちょっとキュッて見えちゃいますもんね。そうだし、ネクタイが太いと肩幅がこうちっちゃく見えるので、うん、顔が大きく見えるんです、はい、うん、まあ、あとやっぱりグレーのスーツっていうのは、うん、小津安二郎の映画にも出てくるんですけど、よく小津映画にはやっぱりグレーがすごくキーカラーになってまして、はい、うん、東京の空に似合う、この建物に似合うのはやっぱりグレーなんですよ、ね、ということで今日は2回目の食事、気になる女性と六本木の和食のレストランで仕事帰りにということだったんですが、いかがだったでしょうかということで、はい、そろそろ点数を、はい、そうですね、分かりました。一つ星が相手にしないわよ、で二つ星はまあだからランチぐらいっていいわよ、うん、で三つ星はディナー、うん、ディナー、いよいよだから三つ星以上じゃないとダメだってことですよね、うん、で四つ星がその後飲み行ってもいいわよ、うんうん、で五つ星は自由にしていいわよ、この藤井優を、ね、私の名前はいいですよじゃあ本日の点数は星おなしゃす4.9。 おー、結構いったよ今日、うん、マジですか、 4.9、 すごい高っ、うん、やったー、もう結構いい点数ですよこれ。これもう5点出たら最終回ってこと終わっちゃうカラオケバトルの99みたいな話ですよ。すごいよね、 4.9 結構高っ。 4.9 は高いですよ、うん、その心は。なんか以前、うん、そのグレーのスーツってやりましたよね。したね、はいはいはい、でやっぱり同じグレーのスーツでも、うん、あ、こうまた違うんだっていう、うん、なんか違いが勉強になりましたし、うん、それやっぱ引き算のその手法ですよね。ね、前回の六本木でデートの時は星葉さんは
来る女性がどんな格好をしてくるかっていうことも考えてらっしゃるって言ってて、その相手の女性のことを考えてるっていうのがすごく素晴らしいなと思ったんですけど、今回もなんかそういうなんか一面も見れて、でそれで相手がリラックスできるように自分もそうやってなんかこうリラックスできるように変化させていくっていうのは、これはなかなかそんな風に考えてる方いないですよね、ファッションで。北風と太陽のようにこうやっぱ自分が脱いでくれても脱いでくるんじゃないかみたいな正解だからやっぱいっぱいついてると脱ぐまでにね時間がかかる、だから野球券だと有利だけどでもグレーのスーツを着たっていうところも多分、まあこれから今47ですけど、僕だん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 白髪が混じってきて、どん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 白が混じってくると髪の毛にこういうのが似合ってくるんですよね、モノトーンとか。確かに、うん、そうかもしれない。それはそのリチャード・ギアの映画の中で言ってる通り、やっぱプリティ・ウーマンでも必ずジュリア・ロバーツが綺麗で自分は引き算して、だいたい4対6でジュリア・ロバーツ6で自分は4ぐらいのバランスで引いてるじゃないですか。あのバランスが大人ってかっこいいと思うんですよね、やりすぎてないっていうか、男の人のスタイルで。で例えば食事が終わった後、じゃあ藤井さんね、ちょっともう一軒バー行こうよって言った時に、ビッシビシのスーツ着てネクタイして上着も着てたら、えってそのなんか全然リラックスしてない、でも今もうこの状態でじゃあ行こうかって言ってこうだったら、確かになんか少しリラックス、距離感が近くなるんじゃないかなと思うんですよね。そこがすごいなんかポイントかなというという感じで、はい、今日は 4.9 をいただきました。まさかの、本当にありがとうございました。とんでもないです、すごい勉強になりました。これ全部やらせです。いやいやいやどこがですか、どの辺がですか、やらせだったのかしら。次回もお後がよろしいようで、また次回やらせのやりようがないですね